オセオラ軍はアメリカが州国フロリダ州のフロリダ半島中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は268,685万人であり、2000年の172,493万人から55.8%増加した。国内で17番目に成長速度の高い軍である。郡庁所在地は吉見市であり、同軍で、 人口最大の都市でもある。オセオラ軍は1887年に設立された。軍名はインディアンの指導者オセオラから取られた。その意味はブラックドリンクくらいアシア航路である。1821年7月21日、フロリダは西のエスカンビア軍と東のセントジョンズ軍の2軍に分けられた。1824年、セントジョンズ軍南部がモスキート軍となり、 エンタープライズを軍庁所在地とした。フロリダが州に昇格した1845年、モスキート軍がオレンジ軍と改名された。1844年、モスキート軍からブレバード軍が分離した。1887年5月12日、オレンジ軍とブレバード軍の一部を合わせてオセオラ軍が設立された。1917年まで南のオキーチョビー湖までが、 軍域に入っていたが、この年にオキーチョビー軍が分離した。20世紀後半からは、軍内にプエルトリコからの移民が大挙流入し、2000年国勢調査では、プエルトリコ人を先祖と申告した住民比率が最大になった。オセオラ軍はチャーター軍であり、フロリダ州の行政省区分である。民は1992年3月にを承認し、 1992年10月1日に執行となった。この検証の下での軍政府の構造は、フロリダ州法で規定される軍政府の構造とそれほど違っているわけではない。オセオラ軍政府は3組の選挙で選ばれる役人によって統治され、それぞれが政府の独立した部門を管轄している。一つは5人の委員による軍政委員会であり、一つは5人の憲法で、 決められた役人、もう一つは多くの司法役人である。州法の下で、軍政委員会は憲法で決められた役人と司法役人、並びに委員会自体の部門を含め軍政府の予算を手当てする責任がある。それぞれの独立した役人は独自の計画を管理する役割が決まっている。軍政委員会は独自の部門のみを監督する。軍内には五つの選挙区があり。 それぞれ一人の軍政委員を選出している。この委員が軍政委員会を構成し、軍マネジャーを指名する。委員会監査官と軍検察官もいる。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は1506.35平方マイルであり、このうち陸地1321.90平方マイル。 水域は184.45平方マイルで、水域率は12.24%である。主要高規格道路、週間高速道路と、有料道路、平面道路以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。岸見石群町所在地セントクラウド現在、デスティニーと呼ぶ振興街地が計画されている。これが完成すると、 24万人の住人が住むことができる。軍内の公共教育はオセオラ軍教育学区が管轄している。ありがとうございます。